しよです。このビデオではこの富士通の M04 と M04 プレミアムのね、パフォーマンスをベンチマークで比較してみました。これ2機種はね、同じプロセッサーを積んでるんだけど、メモリーがこっちが2メガ、プレミアムが3メガ、ストレージがこっちのノーマルが16ギガ、こっちのプレミアムが32ギガ、ね、メモリーとね、ストレージで違いが出てます。このね、主にね、このメモリーの違いが、どんなね、パフォーマンスの違いを、生み出すのかっていうのがね、ちょっと注目だと思います。さて、試合のスコアを見ていきます。M04 のスコアが、じゃじゃん、27,357 です。どうかな。そして、M04 プレミアムのスコアが、27,329。これはね、これはもう、あれですね。ほんと。これが M04。これが M04 プレミアム。すごいですね。30差がないぐらいですね。まあ大体。ほぼ同じだろうというですね。
スコアになりましたね。さて、じゃあ続いて 3D マークを回していきます。
さて、まず M04 スタンダードのスコアがこれじゃん、54です。これに対してプレミアムのスコアがこれ54です。やべえ、全くの互角のスコアになりました。でもね、これあんまり高いスコアではないんでね、ちょっと驚くべき戦いっていうことになりましたね。じゃあね、ギークベンチ4を回していきます。
さて、これが M04 のスコアです。シングルコア497、マルチコア1294ですね。そしてプレミアムのスコアはシングルコア534、マルチコア1461ですね。やっぱりこれ微妙に、これご覧ください。シングルコアでもマルチコアでも、こっちが M04、 こっちが、M04 プレミアムですね。シングルコア、一緒です。結局ほぼベンチマークで測定するとほぼ同じね、数字が、同じような数字が出てきたんですけど、これ多分ね、普通に使ってて快適性っていう感じでは、やっぱりメモリーが3ギガあるプレミアムっていうのは多分ね、いっぱいアプリを動かしたり、いろいろね、複雑なことをした時にね、快適性が高いんじゃないかなと思います。あとストレージに関してもね、32ギガあるんでね、いっぱいアプリをね、インストールする場合でもね、あまり細かいことを気にしないで、インストールできていいんじゃないかなと思います。本当に、パフォーマンスのね、違いが出ればね、このビデオもね、超盛り上がったと思うんですけどね、本当です。この説明をね、聞かないとね、なんだ同じじゃんって終わっちゃうかもしれませんけど、僕はプレミアムにはプレミアムのね、それだけの快適性があると思います。じゃあまた。チャンネルチャンネルチャンネル登録、チャンネルチャンネルチャンネル登録、チャンネル登録。